はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見た聞いた話第113回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞受賞者主演男優賞は石子と羽をそんなことで訴えますのあの中村智也さんが受賞されました。おめでとうございます。やりましたね、中村智也さん。あの石子と羽をあのドラマ以来もう中村智也さんの大ファンにもなっています。いや、中村智也さんのあのひょうひょうとしたあの演技、あれに魅了されましたよね。この羽岡義雄、羽をですね、型破りな弁護士に憧れつつも、予想外のことに対処できないというこの絶妙なこの残念っぷりって言いますかね、あのおどおどぶり、あのひょうひょうぶりを披露し、いや僕たちを本当に魅了していただきました。で、何よりも有村架純さんとのあの掛け合いがもう最高でしたよね。いや、羽生と石子のあの掛け合い、いやあれは見事なバディですよね。いや素晴らしかったです。有村架純さんとの共演も、このタイミングで組めたことが良かったと、確かにそうなのかもしれませんね。受賞を受けた中村智也さん、こんな大事な賞をいただけて、親孝行にもなりましたと、作品賞を含めなんと5部門での受賞なんですよ。このチーム力、いやこれは認めてもらえたと思うと本当に嬉しいと喜びを爆発させていましたよね。中村智也さん、今までいろんなお苦労があったっていうことも聞いてますし、ここで一気に爆発したんではないかと思っていますね。石子と羽を、いやー応援した甲斐があったなーと、つくづく今思っています。あの何とも言えないような中村智也さんのあのひょうひょうとしたあのキャラクター、あれは中村智也さんのこの持ってる味であって、誰でもができる役者のその側面ではないという見方をしてましたし、その天才肌の要素をプラスし、魅力的なキャラクターを作り上げていたというような実感がありますね。中村智也さん、今回の役どころ羽男は芝居をしたというよりもほぼ中村ですと本人もやはり明かしているんですね。ただ自分にはフォトグラフィックメモリーの能力もなければ、天才と呼ばれたこともなく、逆に想定外の事態にはめちゃくちゃ強いタイプなので、そこは演じたということになるかなと振り返っていらっしゃいます。そういう意味ではこの羽男ハマり役だったということですよね。でダブル主演を務めた有村架純さんもなんと主演女優賞を受賞されています。石子役の有村架純さん、お互いに経験を積んだこのタイミングでので、中村智也さんと組めたことが、お互いに良かったんですと、すぐに心を開いてくれて、撮影でも4ヶ月間共にし、クランクアップの時はもう特別な言葉はいらないという感じになっていました。いやここの共演のこの親密度、馬が合う共演者っていうのはこの見てる側もですね、いや非常に心地いいんですよね。途中で石子と羽男のあの掛け合いにどっぷりハマってしまった K 君でもあるんですが、なかなかあの味合いを出せる役者さんというのは他にいないんではないかとは思っています。いや中村智也さんといえば本当に才能が豊かな数少ない役者さんの一人であるんですよね。そして今ミュージカルルードヴィッヒ、ベートーベン・ザ・ピアノ、いやこの YouTube も上げていますので、ぜひともお聞きいただきたいと思います。中村智也のワールドが感じられるミュージカルでもあるんですよね。また助演男優賞受賞されたのが赤楚衛二さんなんですね。いや赤楚衛二さんもね、スーパーリッチから圭君も応援している一人の俳優さんでもあるんで、いや非常に嬉しいですよね。
で赤楚衛二さんについても、まあ、変化球を投げてくるんで、まあ、やり取りするのが非常に楽しかったですねと共演の感想も語っていらっしゃいます。まあ、石子と羽生のその後はどうなるんだろうと、まあ、SP 版のハワイ編でって笑いも出ていますが、まあ、最優秀作品賞を含むなんと5冠達成なんでね、いやこれはもう続編、まあ皆さんも期待値最大ではないかなと思っています。また塚原あゆ子監督と新井純子プロデューサー、いやこちらも秀逸なコンビですよね、のについては僕たちのキャストのアイデアも台本の決定稿に反映してくれていたそうなんですよね。だから全体の構成について、まあ、考えがちな僕の提案が採用されたこともありましたと、まあ、そこも含め、まあ、これまでの自分の経験を持っている判断基準みたいなものを動員してやれたなという手応えがありましたと。いやーこれはチーム力じゃないんでしょうかね。まあ、同時に今後の試金石にもなった気もしますね、とのコメントもあります。最終回後には後編を望む声もたくさんありましたよね。で中村智也さんにその話を向けると、いや本当にもっと面白いものができると思えるチームなんで、まあ、かつそう思える内容だったので、まあ、続きをやろうでと思っています。いやいいですよね、必ずやってくださいよね。これもうそう、石子と羽男がどうなったかは続編で描かれるんです。いや楽しみですよね。 SP 版ハワイ編本当ですか。いや笑いが出てますが、ジャメッケぶりに答えを返してくれた。いやこれこそが中村倫也の持ち味なんですよね。ひょうひょうとして、いやちょっと何考えたかわかんないっていうようなところも、あれがまた魅力なんですけどね。いや本当なのか、どれが真実なのか、どれが中村倫也なのかっていうものをですね、有村架純さんが受け答えする、いやその中に一つの、まあ、そのぶつかり合いが素晴らしいこのドラマを生んでいったんではないかと思っています。中村倫也さん主演男優賞、そして有村架純さん主演女優賞、そして赤楚衛二さん助演男優賞、本当に受賞おめでとうございます。いやそれではまた石子と羽生をそんなことで訴えます、続編でお会いしたいと思います。ごきげんよう、さよなら。さすがに中村倫也やりましたよね。